改札口中央大学、明星大学駅は、東京都八王子市東中野にある、多摩都市モノレール線の駅。周辺にある、中央大学多摩キャンパスと、明星大学比のキャンパスに由来する。駅番号は、TT04。2面2線の相対式ホームを持つ、地上駅。京上駅舎で、駅西側は、ペデストリアンデッキで、中央大学、東側は、 歩道と学内エスカレータ、スターウェイで、明城大学の校舎と直結している。同線の駅では唯一、ホームの上に駅舎がかかっている。当駅を、多摩センター方面に向かって路線が下り坂になっている。大学最寄り駅のため通学時間帯の列車到着前後は、非常に混雑する。自動改札の数は、多摩都市モノレールの待機と比較すると多い方だが、 それでもラッシュ時の混雑解消にはなっていない。開業当初よりも自動改札機を一機増やしたほか、階段やエスカレーター下の倉庫スペースを撤去して、ホームを拡張している。改札外にセブンイレブン中央大学、明星大学駅店がある。2020年度の1日平均乗車辞任は2911人で、ある。かつては、 多摩都市モノレールの乗り換えのない駅では最も多かったが、新型コロナウイルス感染症の流行による影響で大学へ直接通う学生が減少したため、前年と比べて大きく下がった。開業以来の1日平均乗車人員推移は下記の通り。地名から取った過小東中の駅として計画されていたが、JR 中央、総武線にすでに 東中野駅があったことにより、新名称が検討された。当初は、中央大学に決まりかけたものの、多摩都市モノレールの軌道及びそれに付随する速道は、いずれも、明星大学費のキャンパスのグラウンドの一部を利用した、用地であった。新駅名称を周辺自治会を呼び、中央大学が、中央大学駅を、明星大学が、 明星大学駅をそれぞれ主張し、地元議員周辺自治会を巻き込んだ陳情が行われ、また一部には、地名の東中野を含めて欲しいという意見もあった。駅名の選定にあたっては、玉都市モノレールの役員でもあった八王子市長の意見が参考にされ、自治会、中央大学側と明星大学側に併記する妥協案を提出された。当初の駅名及び、 自治会の意見が多かった、中央大学を先に持ってくることで、一応の決着を見た。利用者の間では、中央大学駅、中大駅と略されることが多く、駅周辺に教室を構える、資格予備校も、中大校、中大駅前校と称する例が多い。明星大学側は、明星大学駅、明星大駅ということが多いが、一般的ではない。 駅付近玉物レールと並行する玉物レール通りは、東駅及び玉動物公園駅の周辺部分は長らく道路整備が行われていたため全通しなかったが、2008年4月26日に開通し、これにより道都道が全通した。東駅より西寄りのトンネルの先に中央大学停留所がある。また、長らくモノレール速道には、 バス路線が走っていなかったが、2015年4月に、ダ18系統が運行開始し、駅近隣に、明星大学南停留所が設置された。明星大学南、多摩センター駅間はモノレールよりもバスの方が、運賃は安いが、運行本数は少ない。すべて京王バスによる運行、ありがとうございます。